合格革命社労士のまじまです。こんにちは。2022年度社労士試験に向けてのこのチャンネル独自企画の徹底合格講座、現在販売中であります。ホームページがこれですね。このホームページが概要欄およびこちらから見れます。この講座実は100本、100名様にお申し込みいただいた時点でもう受付やめる予定でした。こちら側が管理できなくなってもいけないってことでね。ただ、正直本当にあまりにご好評いただいてまして、ここでやめちゃうのは、さすがにちょっと失礼かなと思いました。なおかつ、若干お金の面でのね、色気が出ているということもあるんですけど、そんなわけで、もうちょっとね、延長というか追加販売をお受けすることにいたしましたのでね、ご検討をぜひよろしくお願いいたします。世の中には、2種類の人間がいる。ペーパー試験が得意な人間と、そうではない人間。私自身は、間違いなく圧倒的に、そうではない、つまり得意ではない方の人間です。その証拠として、今となっては、もはや自慢でしかないんですけど、大学に入るのに3年もかけております。そんな私だから、得意な人の気持ちは一生わかりません。今日は私サイド、得意じゃない人、側の世界観で話をさせてもらいます。したがって、得意な方に対して、失敬なことをいっぱい言います。ただまあ、半分シャレというか、演出なんでね、そこはもう、寛大なお心でお許し願えればと思います。ペーパー試験が得意な人が、それ以外の能力も優れている。つまり全体にスーパーマンだ。という場合ね。それならこっちも諦めがつくじゃないですか。あの人とはもう最初からレベルが違うんだと。だから、戦おうなんて思わなくてね、自分は自分の領域で頑張っていこうって思えるじゃないですか。でも、世の中、もちろん一般論なんですけど、そうじゃないことが多くないですか？ペーパー試験が得意な人が、全体にスーパーマンだってことはあんまりなくて、逆に、ペーパー試験だけはすごい天才なんだけど、それ以外は、親っていうね、ことが多くないですか？例えば、話し方が下手。恋愛もベタ。仕事もできない。いわゆるダメ人間ってことですよ。ダメ人間のくせに、なぜかペーパー試験だけはすごいっていうね。そういうことの方が現実的に多いと私は思うんですよ。で、それだとこちらとしては、なんか切ない。やるせないですよね。他の能力じゃ全部こっちが勝ってる負けないのに、ことペーパー試験になったらあいつに勝てない。いや別にペーパー試験で勝負しなきゃいいじゃん。でもそれはそうなんですけど、でも、日本で生きてると、ペーパー試験に臨まなきゃいけないことってよくあるじゃないですか。学校の中間試験、期末試験もそうだし、大学受験もそう。そして資格試験だってそうじゃないですか。その時に、得意な人はね、ダメな人が、どんなに頑張っても到達できない高みに、あっという間に到達してしまう。そしてそのまま試験に合格してしまうわけですよ。そして挙句の果てにはですね、ご丁寧にね、いやまあ、そんな大したことなかったな、なんてことをのたまう。まあこちらとしては、もちろん羨ましさありますけど、それより何よりね、怒りじゃないですか。ふざけんなこの野郎と。そんな気持ちにどうしてもなってしまうわけじゃないですか。はい、それが世の中の現実ですよね。と、ここまでは後ろ向きな話をしてきたんだけど、こっからやっと前向きに行きますけどね。いや、確かにそうかもしれない。そうかもしれないんだけど、でも、何も心配することはないんだよ。ペーパー試験だけ得意な人って、実はあなたの敵ではないんだよ。
っていうのが今日のお話なんですよ。例を挙げながら行きましょうか。ペーパー試験が得意な、ペーパー試験だけが得意な人を A 君とします。一方、ペーパー試験が苦手な人を真島君とします。この二人が友達であると仮定しますね。二人で、よし、社労士試験にチャレンジしようと決めたわけです。受験校に通い始めました。言うまでもないことなんだけど、A 君は天才なので、どんどん成績が伸びます。そしてなんと、とうとう、その大手の受験校でね、全校公開模試で1位になってしまった。これはすごいなと。一方、真島君はといえば、本人なりに一生懸命頑張ってるんですけど、なかなか芽が出ない。鳴かず飛ばず。底辺。まあ、底辺はちょっと言い過ぎですけどね。まあ、ボーダーラインのところをね、行ったり来たりしてるわけですよ。っていうふうな状態に、まあ、当然なるわけですよね。A 君はそのまま合格していくでしょう、おそらくね。となれば、こと社労士試験の受験ってことについて言いますとですね、真島君は A 君に一生勝てないわけですよ。負けたまんまなわけですよ。それが現実ですよね。はい。だけどね。だけど、大丈夫よって話をこれからしますよ。理由二つありますね。一個ずつ行きましょう。まず一つ目。確かに社労士試験の受験において、ペーパー試験において、真島くんは A 君には勝てない。でもね、社労士試験って、全国で一人しか受からないわけじゃないじゃないですか。そこに着目しなきゃダメですよね。もちろん A 君は合格する。でも A 君がだけしか受からないわけじゃなくて、100人中6人から8人受かるの。全国で何千人も社労士試験って受かるんですよ。だから、何も A 君に勝たなくたって、合格ラインにさえ乗っからそれでいいんですよ。そうでしょう。一番で受かろうが、ギリギリで受かろうが、受かったら、こっちのもの。同じ合格者なんだもん。対等になるんですよ、A 君と。その点においてね。でその後、社労士になりましたよ、と。そしたら、社労士商標っていうですね、身分証明書、顔写真貼ったね。それがもらえるんですけども、そこに、受験の時の点数が、印刷されている。なんてことはないんで。大丈夫ですからね。もしそんなことあったらなんか烙印みたいな感じでね、一生残っちゃうんだけど、そんなことはないんで。だから、受験の時の点数なんてね、もうバレやしませんからね。受かったら A 君と同列ってことなんです。つまり実質的には負けてるかもしれない、点数ではね。だけど、表面的にはもう何も負けたことにならない。同列になるわけですよ。ちょっと安心したでしょ。二つ目ね。社労士資格を取る、つまり試験に受かることが目的だったら、まあしょうがないんだけど、A 君に負けましたって話になるかもしれないけど、でも、ほとんどの人はそうじゃないでしょ。社労士資格を取ることは、あくまでも通過点というか、手段に過ぎないでしょ。目的は何かって言ったらば、社労士資格を生かして自分の人生を豊かにすることじゃないですか。という観点で考えたときには、大丈夫。決して A 君に負けません。だってペーパー試験以外の能力はこっちの方が勝ってんだから。それ以外のね、ペーパー試験以外の能力でもって自分の人生をどんどん作っていけばいいわけ。A 君はペーパー試験の能力しかないわけだから、試験ではすごかったけど、そっから先、なかなかうまくいかないわけ。これ現実的なことを言いますとね、受験で苦労した人の方が、例えばその後開業社労士になった時に成功してる人が多いです。これもちろん統計なんかないですよ。私の肌感ですけどね。ただ私30年も社労士やってて、たくさんの社労士になってきてますから、私の肌感はもうほぼほぼ統計に近いと思っていただいていいですよ。というわけでね、受験時代苦労した。なかなか受からなかった。合格までに3年かかった、5年かかった。でもそういう人の方が合格してあと開業社労士になったら、才覚を生かしてね、バリバリやってね、
いっぱい稼いで左打ち場ですよって人はね、私いっぱい知ってますよ。じゃあ逆はどうなの？受験時代得点が良かった人のその後はどうなのっていうのは、ちょっとさすがに私の口からはこれ言えないんで、まあもう想像してください。ただ言えることは逆もまだ真なりってことですね。うん。というわけでね。分かっていただきましたよね。まず受験ね。受験で A 君に確かに点数では負ける。でも受かっちゃえば同じなんですよ。これが一つね。そしてもう一つ。受験で仮に負けたとしても、まあ負けてないんだけどね。同列なんだけど、それでも A 君にこっちは勝ってはいない。だけど、その後の人生ってことを考えたら、明らかに圧倒的にこっちの方が有利なんですよってことですよ。つまり、長い人生で考えればね、どっかで必ず逆転できるの。勝負は、こっちのもの、なんですよ。だから何も心配することないし、今日のまとめとしてはね、結論としてはね、だから A 君とは仲良くしようね。ということですね。今日は以上です。ありがとうございました。